お主たち、毎日勤勉に頑張っておるかの？剣の知恵里じゃ。お主たちは、レイヤーの描画モード、またはブレンドモードを知っておるか？上山にスクリーンにオーバーレイ。一度は聞いたことがあるんじゃないかの？今日は、剣スクール公式 VTuber であるわし、剣の知恵里が、レイヤーの描画モードについて説明するぞ。今回は、フォトショップを使って解説するのじゃが、クリップスタジオやサイ、アイビスペイントなどのお絵描きソフトでも使われておる用語なので、ぜひ覚えていってほしいのじゃ。では、授業開始じゃ。では早速、フォトショップのレイヤーの描画モードを試しながら解説していくぞ。まあ、わしが説明しなくとも、Adobe 公式のユーザーズガイドに書いてあるのじゃが。怖っ！なんなのじゃ、この写真は。トーテムポールのようなものか？それにしても、顔が怖すぎじゃないかの？まあ、いい。やはりここは、わしが説明するとしよう。この講座では、わしがよく使う描画モードを中心に紹介していくことにするぞ。最初に用語について説明しておかねばな。今回の動画では下のレイヤーを基本色、上のレイヤーを合成色、合成によって生成されるカラーを結果色と呼ぶぞ。ここにわしの可愛いイラストを用意したぞ。この上に新規レイヤーを作成し、ピンク一色で塗ってみたぞ。まずこれは通常じゃな。レイヤーを新規作成した場合、最初は通常になっておるのじゃ。このままではわしのイラストは見えぬが、不透明度を下げていくと、ほれ、だんだん見えてくるじゃろ。ではこのレイヤーの描画モードを変えていくぞ。上山は基本色と合成色を上山し、暗い色になるモードじゃ。わかりやすく言うと、まるで透明なセロハンを上からかぶせたような色になるのじゃ。ゆえに白は影響を与えないのじゃ。焼き込みカラーはチャンネルのカラー情報をもとに、合成色が載せてある箇所の基本色を暗くしてコントラストを強くするモードじゃ。上山よりはサイドや明度が強めなのが特徴じゃ。上山と同じく白は影響せぬぞ。焼き込みリニアは焼き込みカラーと似たような効果なのじゃが、リニアの方が合成色の色味がより色濃く出るのが特徴じゃ。こちらも白の影響はなしじゃ。覆い焼きカラーは焼き込みの逆で、チャンネルのカラー情報をもとに合成色が載せてある箇所の基本色を明るくしてコントラストを弱めるモードじゃな。覆い焼きの場合は焼き込みの逆じゃから、黒を塗っても影響を及ぼさぬのじゃ。太陽光が当たったような輝きを出せて画面が華やぐゆえ、ギャルゲーなどの CG で多用されておるのじゃが、やりすぎると眩しいのでな。やりすぎには注意じゃぞ。覆い焼きリニア加算の方は覆い焼きカラーより明るい色味になるぞ。もちろんこちらも黒は影響せぬ。覆い焼きも焼き込みもカラーよりリニアの方が効果が強めと覚えておくといいかな。スクリーンは合成色と基本色を反転したカラーを上山し、明るい色になるモードじゃ。例えば水色で塗ったレイヤーをスクリーンで合成すると、空気感や遠近感が出せると評判じゃ。オーバーレイは基本色によって上山にしたりスクリーンにしたりするモードじゃ。基本色が暗い色だと上山、明るい色だとスクリーンになるぞ。白や黒は影響を受けずにそのまま残るのじゃ。全体的にパキッとした仕上がりになるぞ。イラストでは基本色を塗ってから影をのせる塗り方が一般的じゃが、先に影を塗ってからオーバーレイで基本色をのせるグリザイユ画法という塗り方もあるのじゃ。興味があるものは
ググってみると分かりやすい講座がたくさん見つかるぞ。また、テクスチャを貼るのにもおすすめじゃん。例えば、紙の素材を貼り付け、描画モードをオーバーレイにすると、まるで紙に印刷されたかのような風合いになるのじゃ。建物に大理石のテクスチャを貼ったり、テーブルや椅子に木目のテクスチャを貼ったり、いろいろ使えるのじゃ。先に紹介した定山や焼き込みでも風合いは出せるのじゃが、それぞれ雰囲気が変わるゆえ、どれが一番自分の思うイメージに近いか、実際に加工しながら見てみてほしいの。ちなみに、テクスチャそのままだと基本色の色味がかなり変わってしまうことがあるのじゃが、そんな時はテクスチャのレイヤーにイメージ、モード、色調を補正、白黒、またはサイドを下げるを使ってモノクロにするのじゃ。あとは色調補正、明るさ、コントラストで明暗などを適宜調節すれば、基本色の色味を保ったままテクスチャを貼れるぞ。覚えておくと便利なテクニックじゃ。ソフトライトは合成色が 50% グレーよりも明るい場合は明るく、合成色が 50% グレーよりも暗い場合は暗くさせるモードなのじゃが、その名の通り、どのモードより柔らかく結果色に反映させるぞ。他のモードをいろいろ試してみたけど、どれも効果が強く出すぎて迷ってしまったという時は、ひとまずこれにしておくのがおすすめじゃ。比較案は、基本色または合成色のいずれか暗い方を結果色として選択するモードじゃ。合成色よりも明るいピクセルが置き換えられ、合成色よりも暗いピクセルは変更されないのが特徴じゃ。逆に比較メイは、基本色または合成色のいずれか明るい方を結果色として選択するモードじゃ。合成色よりも暗いピクセルが置き換えられ、合成色よりも明るいピクセルは変更されないのじゃ。さて、聡明なお主たちならなんとなく気づいているかもしれぬが、この描画モードはジャンル別に区切られておる。暗くなるもの、明るくなるものというように似た効果がまとめられているのじゃ。詳しい原理は覚えずとも、このモードにしたらこうなるかなくらいの認識で使っていれば、おのずと使えるようになっていくはずじゃ。恐れずどんどん使っていくがよいぞ。剣のちえりチャンネルでは、これらの描画モードを使ってイラストを加工してみるぞ。わしのイラストはもともと綺麗じゃから加工する必要はないのじゃが、これも講座じゃからの。なお、今回の講座を作成するにあたり、こちらの記事を参考にさせてもらったのじゃ。動画の説明欄からもリンクを貼っておくゆえ、一度読んでみてほしいのじゃ。この動画よりも詳しく説明されておるぞ。最初に紹介するのはフロー効果じゃ。これは発光しているように見せるテクニックで、特にアニメ塗りとの相性が良いぞ。まずはレイヤーを複製し、明るさ、コントラストやレベル補正を使って色を濃くするのじゃ。そしてそのレイヤーをぼかしガウスでぼかすぞ。ぼかしの数値を大きくするほど全体が明るくなるぞ。最後に複製したレイヤーの描画モードをスクリーンにして不透明度を調整するのじゃ。どうじゃ、スタジオでライトを当てたかのようなキラキラ美白になったのじゃ。光が強すぎると思った場合は、不透明度を下げたり、気になる箇所を消しゴムで消したり、さらにレベル補正をかけたり、適宜調整してほしいのじゃ。余談じゃが、今説明したグロー効果の応用でな、乙女ゲームの制作現場では CG の仕上げとして、キャラだけをコピーしたレイヤーにぼかしガウスをかけて、不透明度を 20% から 70% 程度に調整したスクリーンモードレイヤーと、それをさらにコピーして今度はオーバーレイモードにしたレイヤーを重ねる合わせ技を使っておるところもあるらしいのじゃ。まるでキャラクターがオーラを放っているような乙女ゲーらしいきらびやかな仕上がりになるゆえ、それっぽい雰囲気
しいのじゃ。次に紹介するのはディフュージョン効果じゃ。こちらはグロウ効果とは異なり、光が当たっているように見せるテクニックじゃ。これもアニメ塗りとの相性が良いぞ。まずはレイヤーを複製し、描画モードを上山に変更するぞ。その状態でコントロールプラス A でキャンバスを全選択し、メニューバーの編集から結合部分をコピーして貼り付けじゃ。この新しくできたレイヤーにぼかしガウスをかけて描画モードをスクリーンにするぞ。最後にオリジナルのレイヤーを複製して一番上に移動し、描画モードを比較目に変えるとこうじゃん。グロウ効果と比べて線の周りが柔らかい感じになったの。効果が強すぎる場合は各レイヤーの不透明度を調整すると良いぞ。ふむ、原画も美しいが他の2枚もまた違った魅力じゃの。わしが輝いておる。レイヤーの描画モードをうまく使えば写真やイラストを簡単にエモくすることができるぞ。ぜひ試してみてほしいのじゃ。さて、今回の動画はどうだったかの。レイヤーの描画モードが面白いことに気づいてもらえたじゃろうか。フォトショップは学べば学ぶほど楽しくなるの。ケンスクールではフォトショップをしっかり学べる講座を用意しておるぞ。受講生には Adobe CC が安く入手できるプランも用意しておるので、興味のあるものはぜひサイト